地方公共団体の主体的な判断を無にするものであり、深く憂慮せざるを得ません。名護市辺野古沖の軟弱地盤の改良工事を承認しない県に対し、国が承認を迫った是正の指示が違法かどうかを争った裁判。最高裁はおととい、国の指示は適法として県の上告を棄却しましたが、判決ではその理由について、国が裁決によって是正の指示の前に県による不承認処分を取り消していたことを挙げています。採決がされた場合、都道府県知事はその趣旨に従う処分をする義務を負う。最高裁は、国が採決によって不承認を違法として取り消したことをもって改めて承認を迫る是正の指示は適法だと説明しています。県は敗訴したものの、不承認が違法だったかどうかはそもそも審理されていないのです。最高裁としてその一番大事なこの是正の指示が違法かどうか、その前提として玉城知事の不承認処分が違法かどうかっていうことをその全く審理してないんですね。行政法を専門とする武田教授は、今回の判決について明確な理由なく県は国の裁決に従うべきという形式的なものと批判しています。知事のした不承認に、設計変更不承認に裁量権の逸脱乱用があって違法かどうかを裁判所がきちんと審理すれば、まあ、これは知事等の根拠を持って不承認としているわけですから、その違法と言えないという結果になった可能性は極めて高いんですね。その上で、国と地方が対等であるとする日本の地方自治の今を考えるきっかけになると指摘します。国土交通大臣は、まあ、国の身内ですから、その知事が国交大臣の裁決に拘束されるとしたら、まあ、国と地方は対等であることを前提とした地方自治法是正の指示の取り消し訴訟制度の前提が崩れてしまうことになるんですね。今のような裁判の在り方はやはり変わるだろうし、変えなきゃいけないと思うんですね。まあ、そのことを考える契機になった。司法が政府の推し進める移設計画にお墨付きを与える形となった今回の判決。実質的な議論がないまま移設計画は進められようとしています。